わあ、すごい。ジューシー。うわあ、はじけますね。涙が。こんにちは、さかなクンです。今野外というか、今日はこの青空の下、いやーすごく気持ちが晴れ晴れしますね。今回はなんとお魚の燻製作りにチャレンジしてみたいと思います。使いますのはお家で簡単になんと燻製ができちゃうというスモーカーちゃんのこういったキットがあるっていうことなんですね。はい、もう私も初めてですので、やってくれるのかなってすごいなんかもうワクワクドキドキなのですが、早速作っていきたいと思います。いやー、さかなクンはもうとっても不器用ですので、これちゃんと組み立てられるかが、不安でもあるのですが、ちゃんと取説様を見ながら組み立てたいと思います。はい、何ですよ、昔お菓子の付録のそういうおもちゃとかもちゃんと組み立てられた記憶がないので、いやー、なんかあれなんだこりゃ、何これ、なんか金具みたいのが、おお、とりあえず置いておきましょう。あ、そしてこちらがスモークハウス。なんかそうですね、燻製というと小屋の中で作るようなイメージですけれども、これがその小屋みたいになるんですね、きっと。で、これが、あ、スモークウッドミニって書いてあります。あ、これがスモークちゃんの元なんですね。あ、書いてあります、組み立て方。1番、スモーカーの底を組み立てます。よいしょ。で、お、そうか、あらかじめこうすればいいのか。これはなんかもう、よし、これでここをこうしてこうしてこうする。ここの余裕はいいんですね。で、その次はスモーカー上部の蓋を組み立てます。上部の蓋、丈夫ですかね。丈夫だけに、それは組み立ててみないとわからない。できた。なんかあっという間にできますね。すごく楽しい。いやいや、スモーカーちゃん組み立てることができましたので、早速お魚ちゃんを乗っけていきたいと思います。お魚ちゃんはあらかじめ一夜干ししたお魚ちゃんです。で、このお魚ちゃんはですね、実は茨城県のひたちなか市の皆様からいただきましたお魚ちゃんです。まずはこちらは茨城県ひたちなか市の沖合で漁師さんが取ってきてくださったヒラメちゃん、縁側付きです。ひたちなか市の皆様ありがとうございます。いやいやいや、燻製ちゃんでいただきたいと思うんですけど、ひらめちゃんは燻製ちゃんにするとどんな味わいになるんでしょうか。スモーク、お、なんとか並んだけど、ちょっとバランスを考えないとあれですね。ちょっと待ってくださいね。ジョーちゃんはこっちが海瀬川原だから、こうしてこうしね。それではいよいよ燻製ちゃんにしていきたいと思いますよ。まずはこの、スモークさんの元ちゃんに火をつけるということなんですけど、ここがいいと聞きました。バーナーで、そんなバーナー、周辺とっても暖かくなりました。
ポカポカで気持ちいいですね。はい、でまずこちらを、じゃあ蓋をします。皆さん美味しく美味しく許されてくださいませ。失礼しまーす。いいのかな。来ました来ました。クローズします。はい、ここから1時間半ほど、はい、待たせていただきたいと思います。お願いします。1時間半経ちました。いかがでしょうか。開けてみたいと思います。さあどうでしょうね。では失礼します。せーの、オープン。おー、すごい。うわ、いい匂いがしますよ。油というかエキスがこう表面に出てる感じですね。で、身の色が飴色になってますね。見てみたいと思います。例えばマアジちゃんです。おー、色がついてる。まさにこれは燻製の色ではございませんか。すごい。早速ちょっといただいてみたいと思います。いただきます。うん、おー、香ばしい。これは燻製の味です。うまい。できましたよ。はい、こちらです。はい、食べましょう。ありがとうございます。はい、箱福団の、ラッキーさんと、のりぞうさんです。よろしくお願いします。では早速いただきます。タチウオちゃん、そしてヒラメちゃん、そしてアイナメちゃん、そしてこちらはマイワシちゃん、それでこちらがマアジちゃんです。はい、いただきましょう。縁側付きのヒラメちゃん、うん、どうですか、ヒラメちゃんは。おいしい。おいしい。ちゃんとイブした香りがすごいついてます。イブした香りがついてますか。ちょっと縁側の油も残ってます。残ってますか、うん、おいしいおいしい。よー、ひたちなか市の皆様ありがとうございます。アイナメいただきます。はい、アイナメちゃんです。うん、美味しい。美味しい。どう美味しい。プレッシャーが。そうですね。アイナメ自体そんな食べたことないから。元の味が分かんないです。ちょっと待って。どう美味しいかっていう。もうお顔真っ赤じゃないですか。お顔真っ赤でだるまさんみたいになってるね。じゃあ私はちょっと、ひたちなか市の皆様から頂戴いたしました、このタチウオちゃん。ふっくらですね。すごいですよ、この身の厚さ。そして飴色ですね。いただきます。おお、すごい。ジューシー、うわー、はじけますね。うん。あ、すごいです。涙が。燻製ってこんなに美味しいんだ。めちゃくちゃ美味しい。うん、美味しい。いや、すごいです、この濃厚さ、この味わい、食感、すごい。しかし、すごいですよね、このすごい油とこの濃厚さ、イワシちゃんを。うおぉ、油とイブシって合うんですね。ものづくりから始まってわずか数時間ぐらいでもう食べれるという感動、しかもちゃんと燻製者になってるっていうのがすごく嬉しいですね。ひたちなか市の皆様、とっても美味しくいただきました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。
燻製ちゃんおすすめです。